ファイアリークロス省南西部の岩礁を中国が埋め立てて人工島を造成している。南沙諸島における南シナ海周辺諸国の実行支配状況、ファイアリークロス省は南沙諸島にある岩礁。中華人民共和国により南西部の岩礁周辺が埋め立てられ、南沙諸島最大の人工島が造成されている。省全体は北東から南西方向に、 長さ約2 2トル、幅約7キロメートルの細長い楕円形の干渉である。干渉の主となる部分は南西部の岩礁である。中国がこの岩礁とその周辺部を埋め立てて陸地造成を進めている。CSIS の分析では陸上面積が2.74平方キロメートル、約3110メートルの滑走路を持つ人工島となっている。 1947年に中華民国が長厚省の名称を交付した。現在、中国、台湾及びベトナムが主権を主張している。国連海洋法条約では、停止を測にのみ、海面上に現れる停止予告地である間出岩は、国連海洋法条約上の領土とはならない。また、排他的経済水域も設定できないが、自国の EEZ 内であれば、 その国が建造物を建設することができる。ベトナムが占領していたが、1987年5月25日に中国の国家海洋局南沙考察隊が領有を主張するための主権費を建設。1988年のスプラトリー諸島海戦において中国人民解放軍がベトナム軍に勝利し、奪取する。その後は中国が実効支配し、 中国人民解放軍海軍南海艦隊の重要な戦略拠点となっている。2013年1月には中国国有会社のチャイナモバイルが移動通信基地を設置し開通させたことが報じられている。軍事関係者200人が常駐して要塞化している。2016年7月12日の常設仲裁裁判所による裁定で国連海洋法条約における 人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩であり、排他的経済水域及び大陸法を許さない岩であると認定され、同時に低潮時のみ、海面上に現れる岩ではなく高潮時でも、海面上に現れる岩だと認定された。中国による埋め立てが進むファイアリークロス章の南西端2020年のファイアリークロス章2014年8月から、 埋め立てが開始され、人工島の造成は11月に終了し、2015年1月からは約3110メートルの滑走路の建設が開始され、港湾施設の整備も続けられている。2015年3月16日に国際軍事専門誌アイチェス、ジェーンズディフェンスウィークリーがファイアリークロスショーで3月23日に撮影された衛星写真を公表し、 中国によって海軍艦船やタンカーが接岸できる大規模な軍港施設や3300メートルの滑走路などの建設が進められているのが確認された。2015年5月20日にアメリカ海軍 P-8A ポセイドン対戦、哨戒機による偵察飛行にアメリカ CNN 記者が同乗し、ファイアリークロス省周辺上空に接近した際に中国海軍から 我が国の軍事警戒区域に接近している。自家地立ち去るようにと繰り返し警告を受けた。2015年7月2日に、アメリカのシンクタンクの CESIS が中国が浅瀬を埋め立てて施設の建設を続けているファイアリークロスショーの様子を6月28日に撮影した衛星写真を公開し、3000メートル級の滑走路がほぼ完成しているほか、 誘導路や駐機場と見られるスペースも整備が進んでいると分析、さらに2つのヘリポートと10機の衛星アンテナ、レーダー等と見られる施設などが確認できると分析している。2016年1月2日、中国外交部が建設していた飛行場の完成と滑走路を使用して試験飛行をしたことを明らかにした。これに先立ちベトナムは、 この試験飛行に抗議する声明を発表している。1月6日には海南航空のボーイング737-800と中国南方航空のエアバス A319 から100が試験飛行で海口国際空港より運航、着陸して中国最南端の飛行場として運用可能なことを国際的にアピールした。4月17日、中国の新華社通信がファイアリークロスショーに 中国海軍の哨戒機1機が着陸したと報道。中国が軍による南沙諸島での飛行場利用を明らかにしたのは初めてである。5月2日には中国海軍が駐留兵士らを移動するため南海艦隊に収益している揚陸艦コンロン山を派遣し演劇団を上陸させた。同行記者によると飛行場や港、灯台、住居施設が すでに完成しており、病院や海洋観測センターが建設されている。2019年、中国は中国名でエアツシーと呼んでいる干渉を長厚島に名称変更した。ファイアリークロスショーの埋め立て部分で、最長は約3 7 5トルにも及び、米国がビッグサンと警戒する巨大人工島の一つである。ありがとうございます。